オタクをおちょくってみよう。今からですね、特撮ヒーローオタクのことトークをするんですけども、相手にバレずにどこまでおちょくれるかっていうのを試してみたいと思います。結構ね、オタクの子ってキレたら何するかわからないって聞きますんでね、ドキドキしてますけども頑張りますよ。どうも、マナム18号です。今回はですね、特撮ヒーローマニアの、柴田くんという方に来てもらっております。あ、どうも、はじめまして、柴田です。今日はよろしくお願いします。お願いします。早速ですね、これ何ですか？これはですね、はい、あの2年ほど前に放送されてた、仮面ライダーウィザードと。そう、仮面ライダーウィザード。なんか聞いたことありますね。あの魔法使いの仮面ライダー、ね、ああそうなんや。そうなんですよ、魔法使うんや仮面ライダー、ね、そうなんですそうなんや。で、あの、本編中でも仮面ライダーとは呼ばれず、魔法使いと呼ばれてます。そうなんや、キモ。そうなんや、もうその興味をそそられたんではないかと。なるほどね、はい、すごいなぁ、はい、相変わらず詳しいね。いえいえ、すごいなぁ、その話知ってて何のとこあんねん、ほんま、すごいなぁ。そうですか。一面これは仮面ライダービースト、うん、ハイパーのコメントなんです。あ、ええやん、ええやん。こんな感じで、中村のビーストがこうやって戦ってくるわけです。スイッチ来た。ビラーシュマスが面白いでしょ。ええやん、ちょっと俺もやらして。あ、いいっす。ガッチャン。どうもごめんな、これ。はい、あ、逆です。え、ゴッツさんですやろ。はい、これで逆っすよ。で、あの、さあ、メインディッシュの時間だって、発生したエネルギーをお腹に吸収して、最後両手合わせてごっつぁん、ごっつぁんです。そうっていう感じの決め台詞を。はぁ、どうですか？なんかいい気分になったわ。いい気分。仮面ライダーアマゾンですな。アマゾンはビーストですね。仮面ライダービースト。でも、まさけ、ちょっと同じ特撮好きの芸人の後輩とかと知り合いになってからは、まあ、彼の勧めで、あの最近の作品にも興味を持つみたいな。はあ、はい、ちょっとやっぱり自分も古臭さから脱却したいって思うようになって、やっぱり後輩との出会いがね、やっぱ同じ特撮というフィールドに関してもいろいろ変えてくれたの。いいなあ、はい、仲間おるんやな。いるんです、いたんですよ。持てへんやろ、はい、多いなあ、はい、そうです。実家では常に家の中でこうやって過ごしてます。危ないなあ。危ないでしょ。これをだから母親に目撃されたんです。危ないな。危ない。ここなんか青いのね。青い水晶みたいな。これはなんか特に用途は出したことないんですけど。あ、そうなの。はい、そう、2種類あって、で、変身するときこう長時間押すと、音楽が流れて、で、変身ポーズが離してこう十字クロスを引いて、これそのマシンチェイサーに変わるっていう流れでやる。なるほどね、はい、すごいな、はい、で、これがなんとまたそのはめ込んだバイラルコアのモードに変わるわけです。で、これ今だったらこれコウモリなんで。ああ、コウモリ。あの、カキンカキンっていうやつやらしてよ。あ、いいっすよ、うん、これちょっとモード変えますね、うん、これが打撃モード。打撃モード、はい、これで相手をぶん殴る。あ、はい、まあいいわ、はい、あれ押さないですか、もう一個これ。あ、また色違うやつあったよ。これが、はめると、これ炎のタイプなんですけど、で、これでこうやっておー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 打つと炎。ちょっと俺もやらせてよ。あ、いいですよ。一回はめてみます。はめてみ、そうです、はめて、はい、向きこうですね。向きこう、はい、おで、そのままダメだよ。はい、で、トリガー引いて、多いな、引かないです。はめるだけは引かないです。今、リースを気に入ってますね。あ、これなんか好きやね。はい、うん、なんか笑顔になってくるわ。笑顔、うん、ものすごい表情硬いですもん。で、これ、普段はあの通信機になってて、ここを押すと、これで喋れるようになるで。おい、大丈夫か。問題ないみたいな。そうすると通信相手がここから喋ってくれる。携帯で喋ってるのな。はい、携帯電話で。そんな感じで、おい、無視かない。で、ここ押しながら引っ張ってもらって、あ、両方押しながら、
ちょっとこれ撮ろうかな。あ、撮らないですよ、これちゃんと付属されてるんですよ。はい、すごいな、おでこにつけて遊んでねって書いてる。あんなにこれはやっぱ俺これが好きやわ。はい、丸さん、あとで弁償してください。コツさんです。どうも、バナム18号です。皆さんいかがでしたでしょうか。他にもね、こんなに楽しい動画があるのでぜひ見ていってください。これからもコント、トーク、ドッキリ、大喜利、体当たり企画と様々な最新動画をアップしていきますので、ぜひチャンネル登録お願いします。チャンネル登録は動画下のチャンネル登録ボタンを押してください。それでは皆さん、バイバイ。